こんにちは。ということで今回は50人クラフト用語名言の中から好きなものを発表していく選手権です。50人クラフト用語っていうのがウィキにあって、これね、暇な時見たら面白いんで、ぜひ説明文に貼っとくんで見てほしいんですけど、あのね、もう覚えてないのがね結構多いんで、ポロッと見たけど、オハセイソー、すげえ、オハセイソってマジか、ナッツ、 MS95 って誰、何それ。新50人クラフトにおける MS のネタ、当時無名だったことに対する君のいじりの一つ。 MS が無名な時期か、いいね。という風な感じで自分の好きな用語を出していくと、もちろん枯れ木も山のにぎわいとかいう、そういうのでもいいっすよ。枯れ木も山のにぎわいとかも全然使って大丈夫です。最近のやつね。うわ、下田とかあったな、懐かしい。下田、ナッツ、こんなんあったっけ。夜食は不健全だから給付金出ないんですよ。何これ、これ何、これ何。グラフのお姉さんがバンクラフト3期で発した名言、暇人が撮影したシャープ8にて女バンクラ勢の VC を全て解除し文句を言わせるという企画の際、萌えかやチューなどを煽るために発した言葉、この言葉を機に激しい争いが勃発。面白いな。不健全だから給付金が出ない。よし、じゃあ行きますか。じゃあお願いします、ヒデさん。ミキにはなかったけど、タラシャカはモテなさすぎて気が狂ってフェミニストになった。いやでも、あながち間違ってないから、モテなすぎて気が違ってしまったみたいなのは間違いではないもんな。本当にそうだもんね、若干。本当にモテなすぎて頭もおかしくなってフェミニストになったみたいな、それは間違いじゃないからね。おう、坊さん、坊飛び入り参加。二十話王さん、いつもありがとう。毎日残業などを頑張ってる二十話王へ向けた社会不適合者の皆さんからの温かい感謝のことはこれ好き。二十話王は参加した直後に言いたかったんじゃない、なんか坊が。多分、ちょうど来たタイミングで、あ、ここやわって。帰ってきて、ふぅ、今日もマイクラするかって思って、入った瞬間のチャットが、二十話王さん、いつもありがとう。毎日残業などを頑張ってる二十話王へ向けた社会不適合者の言葉、これ好き。来た瞬間感謝。次、893。カラーパレット、とんがりが行った行動から生み出された伝説の言葉。今見ても笑えて視聴者の心から好き。あー、カラーパレットは面白いよな。カラーパレットは多分出せないよね。あの笑いは。ちゃんとこれ編集の人、これ動画の、ちゃんと画像じゃなくて動画でやってくださいね。動画でこれ。最後間違ってます。最後間違ってますね。何？二つ飛ばしてる。は？は？ごめん、何やってんのこれ。とんがりって。とんがり何これ。とんがりは何は。さ、多分さ、これさ、すぐ建築したいからさ、ここに出しといただけじゃん。これさ、多分すぐ建築したいからさ、カラーパレットのためにさ、出してただけじゃない？これもしかして。次、ハゲネズミ。皆さん、ご一緒に、うち？それもまさか5、6になってんの？シネカス。シャットウポー、うちうライムを象徴するセリフ、元はピンタロが言い出した言葉、動物組内に広まったことから、前日にライムがダンジョンを20個無断攻略しており、やっぱライムってそっち系なんだと思って動物組内にライムさんのモノマネします。うち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 うーとライムの前で言ったのが最初。2023年50人クラフト流行語大賞に選ばれた。ライムを象徴するセリフっていいね。なんか次、ノルチャ、理想の道路を建設する。アートンさん、どうぞ戻ってきてください。なんかさ、この前さ、50人クラフトのコメント見てて、なんかどんな面白いコメントないかなと思って見てたんだけど、くんって最近参加税に甘くなったっていう風なコメントがあって、それに対して返信で、ペニガキが入ってきたからペニガキの影響だと思うっていう、なんか謎の考察が行われてて、どうやら俺はペニガキと会ったことによって人間の心を取り戻した、なんかかわいそうなゴーレムみたいな、なんかなんかそうらしい。多分おそらくそうやらしくて、どうやら俺はで、ペニガキと出会ったことによって人間の心を取り戻すことができたらしいね、俺は。で、それに対する返信で、昔は良かった、
パパス、ヨッシー、アートン、全員懐かしいみたいな、もう、な、待って、そこの並びにアートン入るのみたいな、そこでアートンが、なんかこう、自分の中で、こう、懐かしい栄光時代に入るんだ、みたいな、そのレベルのレジェンドみたいなのを並び立てて、そういう面白かった人プラスアートンみたいな、望まれてるんじゃないかな、アートンさん、多分。はい、次、ナッシー。新たな道が発見されたな。あー、ヤギ男女に生まれたレジェンドワード。ナッシーがよくチャットしているってことにウィキで書かれて驚愕した。いや、新たな道が発見されたな。ナッシー大好きだね。あれ。ナッシーあのワード好きだよね。ヤギ面白いからなー。まあ、いつか戻ってくるんじゃなかろうかと。次、ベノム。作家、MS、演者、イカオによる都市、捏造発言である同調チャット。それな。言ってそうで言ってないのがおもろい。あれは、面白かったね。言ってそうで言ってないっていうのは、実は言ってないのまでが面白いんだよな。次、コータン。地層の、あー、地層。あー、銀ちゃん命名した。イカオによる物体、一週間風呂に入らず。パンツにこびりつくのは放置することで作り出すことができるという、久しぶりにこの言葉を聞いてクソ笑った。だいぶ不衛生だな。これ懐かしい。俺見てたんだけど、今。これ覚えてる？私は正常です。いいえ、永遠ではありません。中華版ジャダムが、Google 翻訳をかけたような日本語で言ってて、これクッソ好きなんだよね、これ。これマジで面白かった。さきちゃん。のじゃじゃの簡単じゃん。ネオ50人クラフトで市街近くにいたエンドラを倒したらバンという話になっていたにもかかわらず、のじゃが殺してしまった際に言った言葉、殺すのは簡単だから俺に落ちてはない、当たり前だろみたいな、同じような感じで、まだ謝ってないだけ、謝罪の途中も好き。俺謝罪の途中マジで好きなんだよな。言い訳をしまくってて、お前さっさと謝れって、いやそんなことはない、今謝罪の途中だみたいな、謝罪の途中ってどういう言い訳なんだよみたいなのが、いや、ああいうのはやっぱ本物さんから発せられるよね、やっぱり。いや、なんかさ、50人クラフトもさ、なんか聖杯戦争してみたいよね。なんか昔にいた人と今のこう人たちをこうぶつけたくない、なんかわかる、巡り合ってなかったなんかやつを呼び出してこう戦争させるみたいな、聖杯戦争したよね。聖杯間違いなく濁ってる。確かに多分サーバント呼んだ時点でもう濁ってるだろうな。なんかあれだよね、こう本当に聖杯戦争の話だけど、エルジャバとカメスタとクモとかなんか戦わせたらすごいことになりそうじゃない。なんかエルジャバ VS カメスタ VS クモ、相当すごいことになるよ多分。同じクラスのサーバントだから全員キャスター。まあそうだね、まあ、ちょっとそうキャスター系だよね。バーサーカーとかも呼びたいけどな。次、アリエヌ。内定が取り消されたらどうするん？あー、あった。視聴キッズの時、プリクマの動画を見てバカ笑いした。母親の声の感じを、プリクマの声をマジで面白い。いや、あれ面白かったなー。懐かしいな、プリクマユイナ事件。懐かしいですね。あー、あれも面白かったな。なんとも言えない味があったよね。あの辺の人たちも。あの後どうなったんだろうなー。安さん。おしまい。あー、でん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 。これいいよね。これなんかさ、動画もさ、なんかめちゃくちゃになって面白かったんだよな。あの動画めちゃくちゃ面白かったな。ザグー、やつと一緒。あ、このチャットが出たタイミングが噛みすぎて名言まで消化した。次、腐肉。MS、女はお腹に持ってるはずなんだけどな。これ、卵料理選手権で発言したとき、同じ日本国でこんな化け物みたいな感性がいることに潜密した。女はお腹に持ってるはず。いや、気持ち悪すぎる。気持ち悪いな。眠さ相当ひどいですね。ファケボ。あー、なんだっけ、麦がフォトナ公式の配信荒らしたんだっけ、確かそれで。だからそう考えると麦ってなんかバンするべきだよな、もう。もうそれ荒らし野郎なんだから。で、ピン太郎。すぐ弱点増殖で使えるから企画撮影もうやめてくれないし、みんなが楽しめたらって思って企画してるのに意味わかんない解釈とか文句しか言われないのはマジでやむ。激やみする。で、最近メンタル不調すぎる。FX で普通に脳みそ死ぬから我慢してるけど、風味かも思う。これはライムさんか。ライムさん、サバカを禁止される発端になったやみついと、最近では誰もやらなくなったお気持ち表明をこれでもかとしてるところはとてもいい。すごいなぁ。なんかライムも強くなったね。ライムもだいぶ。だいぶ強くなったな。我慢してたんだもん。だいぶ耐久値上がったよね。叩き直されたよな。次、ポリゴン。はい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 、あ、 ADHD 伐採、あ、 ADHD 伐採ね。あー、そういうこと、それってことね。あ、まあまあ確かに、あの ADHD 伐採っていう言葉以外これを表現する言葉マイクラで作ってほしいんだよね。これをなんかさ表現する日本語がないんよ、 ADHD 伐採以外に。この状態、
やってる人いるはずなんだよね。それマジで騒ぎじゃなくなるからやめてくれ。不注意伐採。え、でもさ、ADHD 伐採っていうのなんかすごい分かりやすい言葉だから、かなり。次、コータ。ナッシーがやらかしたりした時に言う、そういうこともあるっていう発言が好き。あのさ、ツイッターのプロフィールに書いてるのムカつくんだよね。ツイッターのプロフィールにも書いてるよな、なんか。そういうこともあります。なんでーにしろよ。ナッシーが参ってる時の喋り方好きなんだよな、俺。わー、まただー、なんでーっていうやつ。あの、ナッシーが、うわーみたいになってる時のあの、喋り方、マジで好きなんだよな。あの喋り方ね、なんか誰もやれないから、なんでーっていう。あれ、マジでいい。次、マイク。俺のこと教えてくれて出たみたいだけど、もしかして恋愛感情とかあったの？芝さんしか言えないセリフ好きすぎる。まあ確かにな、芝しか言えなかったな。もしかして恋愛感情とかあるっていうのがマジでいい。まあ芝以外に出ないよな、正直。次、ノルノル。鉄たぬきの煉獄。五六には乗ってないかもですが、怒らせたら怖い三が出るし。いや、出てます、出てます。煉獄ありました。赤ちゃんくんの嵐により怒った鉄たぬきが自身の演者代やけんで赤ちゃんくんをリスキルした時、赤ちゃんをリスキルしたんだ。あー、つぶがいじゃない？赤ちゃんだっけ？いや、わからん。ネギじゃなかった。いや、何度も会ってるんですよ、煉獄って。煉獄は何度も会ったから、つぶがいは2回目。え、ちょっと待って。赤ちゃんってもしかして、くん来てを動画上を一番最初に言ったらしい、こいつが。ただ、配信ではコタローらしい。配信ではコタローが言ったけど、動画上でカットされてるけど、くん来てを最初に言ったのは赤ちゃん。なんでそんな事情まで把握してんだ。いや、もう50人クラウドウィキはすごいからね。しかも修正してるからね。あの、2020年11月10日、新50人クラウドで初めてくん来てといったら小太郎さんではないでしょうか。ペンペさんの新50人クラウド1日目という動画の6分20分21秒あたりです。ペンペの動画だよ。だって発端が本編の動画上ではカットされて確認できなかったのだが、動画上で確認できる最初のくん来ては赤ちゃん。研究者だね、もう完全に。研究の類だわ、ベノム。今探していて懐かしく思って、面白く思ったやつ。詰めるっていうのは剣でいくって意味で、弓を目の前に。あ、これね、すごいナメダルマっぽかったんだよね、なんか、バダサイっぽくて、それすげえ良かったんだよ。陰キャテニスで勢いとアーケの粘っかりが面白い。あの、なんかね、切り抜きがあるはず、どっかに。詰めるっていうのは剣でいくって意味で、弓を目の前で撃つことじゃねえ。リアルだった感情が。弓を目の前で撃つことじゃねえ。まあそうなんだよな。アーケンさんならまあやるだろうな。弓を目の前で撃つだろうな。まあまあアーケンさんならやるだろうね。次、長月。イカオまだある。これがあったから今のイカオさんを持つ小悪党のキャラが 見え始めた。あれ、五道に対するやつね。まだあるっていうやつ。あれもよくわかんないよね。なんか普段チャットしないで急になんか喋り始めるみたいな。あれもタイミング意味不明だったけどな、イカオの。何が言いたいのか全然わかんなかった。次、いっくん。バンされたくないなら必要最低限の会話にするべきかと、参加勢の黒歴史朝郎選手権、なぜかバンになりそうなディーディーが発掘される。300人クラウドさんで真面目に会話してるディーディーのチャット、普段あんな感じのディーディーが優等生みたいに周りのことを注意してるギャップがいい。カフェオレくんだった時だね、まだ。まだディーディーがカフェオレくんだった時。次、化身。外からチクチク失礼します。これはロロやってる時に VC いないはずのハゲネズミがいきなりチャット欄で物申し訳ない言葉です。これを摩擦に貼ったら切れて、何何何、どういうこと、何それ、そんな話があったの。あーあー、あれか、なんか前のやつか。摩擦のやつですね、これですね。 Twitter でお気持ち表明してたやつ。高橋89さん、ミキに載っていませんが、ビッチ、摩擦画像参照。ライム君が1時間ほど前に言った言葉で、なんとなくドイツ語風味が出ててかなり香ばしい。いい打ち水なので紹介したかったです。なるほどな。なんだろうね、ビッチって。ナイスビッチ。一匹に近いのかな、多分。ナイス一匹みたいな感じなのかな、多分。お前を許さない。なるほどね。はい、ハマス。ハマス、確かにハマスに読めちゃうな。あの、関係ないですよ。あれとは違いますね。初級さんの続き、摩擦。え、どういうこと、こんな会話してんの、こんなスパムみたいなの来んの。ライブ怖いな。スパムじゃん、もうこれ。次、うま、ず。ノルノルが壊したの3、名言までは入らなかったけど、ほっこりクラトリーにノルノルさんに建築を壊されたコータが発したセリフ。あー、なんか後で3ってつけたやつか。だから、あった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 、懐かしい。これ多分動画じゃないとわかんないわ、これ。ノルノルが壊したの3。ノルノルが壊したの3。もうさ、とりあえず3つけ。あと大きい。ちゃんと3つけたから、セーフセーフ。ノルノルが壊したの3。
あったあった、あの遅れて聞こえてくるねとりあえずつけないとみたいな。次ノルノル。久我田くん、自分が痛い時にはすごい窮状を訴えるけど、他人の痛みの時はすごい楽天的な印象がある。この間も斧一本で盗まれるに許せない、絶対返せとか言ってたけど、昨晩に平野くんの名前付き無限弓を返す必要ありましたから始めたよね。あれさ、この平野かの名前付き無限弓っていうくだりいらないよね。多分ここめちゃくちゃイライラしてたんだろうね。この間も斧一本も盗まれるに許せない絶対返すとか言ってたけど、人の時は違うよねみたいな。だからこの間もっていうところ以降いらないよね、この文章として。めちゃくちゃムカついてたんだろうね、このエピソードについて。次、パケボ。罪を憎んで人をしばかず。それ2013年、2014年、それ看護だよ、それ。看護看護、漢文の話だからそれダメだね、それ。長月。暇人、お前誰やねん、お前や。あれめっちゃ面白かった。暇人が対応に出た時、なりすましの返しとしてましてあらゆる面で面白い。お前誰やねん、お前やマジであれセンスあったよな。偽物系って大体センスないんだけど、あの会社はセンスあったよな。お前誰やねんに対してお前やってあれはセンスあった。あれは面白いよな。ああ俺かとはならんやろ。あれはセンスあったわ。次、暇人さん。そのゲームつまんなさそう。みんながシブロコやってる時に急にディスコードに来て、稲地さんが言い放った言葉、陰キャ転生ですら一瞬言葉が詰まったまあ確かに確かに言葉つまいきなりやってきて何やってんの、え、そのゲームつまんなそう、やばすぎ、怖すぎる。まあ本物さんですからね。チルの抜きまくり。くんが雪祭り雪祭りと言ったのを聞いたら、あったが抜きまくり抜きまくりと聞き間違える。普通間違えないよな今思っても。次、とんがり。仕事終わり、まっすぐ綾瀬まで行きつけの、あれもそれも2014年ですね。これって何なの、それ元ネタ何なの、それ2014年に流行ったんだよそれ。あのね、もう多分誰もわからん、これ誰もわかりません。これ分かったら天才、これ分かる人いません。え、マジで分かんない。え、じゃあ解説しよっか。解説すると、多分くん界隈なんじゃないんだよ、多分元ネタが何かあって、くんの BF4 時代の同じチームの人の、昔やってたぷよぷよのゲームがガチ勢で、その中でめっちゃ強いやつがいて、それが柴和っていうやつがいて、その柴和が結構くん界隈の語源を作ってんだよ、なんかネタので。そいつはラーメンだかうどんだかの画像と一緒にその文章をツイートしたのよ。でそれでコピペみたいになって、くんキッズ界隈で2014年の頃に流行ったみたいな内容で、特に意味はない、覚えなくてもいい、別に覚えなくてもいいですね。もう10年前の話よ、テストに出る内容じゃないんで覚えなくていいです。次、ハゲネズミ。クモがいなくなってライムが入っている時の化身。糖質から糖質、まさにシュガーラッシュや、脱北さらに消えた。いや、言えよ、チャットで言えよ、チャットで。シュガーラッシュ糖質から糖質、まさにシュガーラッシュ、脱北様に化身の名言集があって面白いです。次、那須さん。先駆けを歯ブラシで磨いてやってくれ、先駆けを歯ブランでやってくれの発声、意味が分からんすぎて今でも笑う、どうやったら思いつくんだ確かに誰だっけ、芋虫だっけこれ、誰だっけ、インキャネーズだっけこれ、芋虫か。先駆けを歯ブランでやってくれの後に、先駆けを歯ブラシで磨いてやってくれみたいな、書きかばに対しての言葉なんだねこれ確か。次、ノルノルさん。みんな不幸になれこれはでも今でもね、その考えじゃなかろうかね、彼女は多分。みんな不幸になれって言って、ツイキャスで急に泣き始めるみたいな。動画に出演してる女の子がツイキャスでみんな不幸になれって言って泣き出して、みんながそれを笑いながら見てるみたいなって終わってる気がするけどねなんか普通のことかのようになってるけど、別になんか普通のことじゃないんだよな、なんかおかしいんだよなちょっと。はい、じゃあチルノさん最後かな。みんな不幸になれ、アーケン、もうお前もかアーケンさんの追求しに唐突に発した言葉。いや、なんかあれについてアーケンから俺解説してもらったことがあるのよ。あれってどういうことなのみたいな、どうしてみんなに不幸になってほしいと思って、自分はどういう気持ちだったのって言って聞いてみたんだけど、やっぱり意味が分からなかった。いや、なんか意味不明だった。説明をしてたんだけど全くわけが分からなかった。俺が聞いた限りだと文脈不明でも、アーケンさん曰く仕方がなかったことらしい。やむにやまれぬ事情があって、みんな不幸になってくださいみたいな、こう気持ちが出てきたと。えらいな。そう、やむにやまれなかった。しょうがなかったらしいよ、あれは。不可解で謎。全くわからない。
はい、ということで50人クラフトウィーキーみんなも見てください。よかったら分かる人は編集でもしてみてください。 GG。